ダリカマリーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、ロワール県のコミューン。ダリカマリーは、オンデーヌ川谷に位置する。コミューン役場の標高は580メートルである。コミューンは、県の南部に位置し、ピラ山地と境界を接し、オートイコールロワール県に近い。コミューンの土地は、ロワールの石炭盆地の上に位置している。コミューンを2本の高速道路が通る。一つは、 国道88号線で、サンテティエンヌ都市圏の町フィルミニーから、ルピュイアンブレの間を走り、もう一つは、オートルート A72 の代替ルートである県道201号線で、国道88号線へ向かいコミューン内のインターチェンジで交差する。テル・ローヌ・アルプの路線が停車するラリカマリー駅がある。現代に入ってから行われた事業と発展は、産業と、 石炭工業の確立と一致して行われたが、おそらく古代の定住地の全てか一部を破壊してしまった。ブテオンという古いオッピズムの存在は、位置が未確認であり、現在も、どのような考古学研究においても確認がされていない、説となっている。現在のラドミエール地区は、リヨンからルピュイアンブレイの道をつなぐ、古い巡礼ロラビアロメピダムへ、ルーグデューのアドポディウムに位置していた。 14世紀、現在のコミューンの面積内にあった病院について、言及されている。15世紀までこの地は、ティルガルヌと呼ばれていた。その後、リコマリー、そしてリコマリーとなった。これはおそらく、ロキミエシまたは、レコンイエシという所有者の名前から派生した。別の架空の語源があり、採掘が行われた昔と関連して、ラテン語源で豊かな鉱山を意味する、リコメナ。 またはリコミネラであったとする。1711年まで、ラ・リカマリーの教区は、サンテティエンヌ教区に依存していた。ラ・リカマリーがコミューンとなったのは1843年である。主に原子の産業であったのは、オンデエヌ流域に根を下ろしていたカジバ、ラ・リカマリーの開発分野の元となった炭鉱であった。1709年にはすでに3カ所の鉱山があり、1843年の コミューンには、鉱山会社4社があって、1841年以来、一つの地元有力者の管理下にあった。ロワール川とローヌ川、そして、リオンとルピュー・ヤンブレという2本の通信軸の交差地点にあったラリカマリーは、バルブの糸、サンジュネスト、マリフォー、モントールシャンボン・フジロルの間で分割された。19世紀半ばの、こうした状況が、 人や鉄道貨物の管理を困難にし、独立してコミューンとなることを決定させた。ラリカマリーは、自らの生活と労働環境の改善を求める、フランス人鉱山労働者たちの闘争の中心地だった。1869年6月16日、ブリュレという場所で最も重要な事件が起きた。第四不評連帯は、 ブリュレの枯れ谷に集まった群衆に向けて発砲したので、ある。ブリュレの銃撃では、生後16ヶ月の幼児を含む14人が死亡し、大勢の負傷者が出た。1869年10月、アベロン県のワンタン港で同様の事件があり、14人が殺害された。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。